2007年のトルコグランプリはロードレース世界選手権の2007年シーズン第3戦として4月20日から22日までトルコのイスタンブールパークで開催された2005年から同地で始まったトルコ GP だったがこの2007年の GP が今のところ最後の開催となっている 125cc クラス決勝では序盤は ポールポジションからスタートしたマティア・パシーニがレースをリードしたが4周目にチェーンが外れるトラブルでリタイアとなった。開幕から参戦続けてトラブルに見舞われているパシーニはリタイア後ピットで泣き崩れた。その後レース中盤までは6から7台の集団によるバトルが展開されたがやがて パシーニのチームメイトのホアンオリベとシモーネ・コルシの2台が抜け出て優勝争いを展開。ファイナルラップの最終コーナーでコルシがオリベをオーバーテイクしグランプリ初優勝を果たした。3位には KTM 移籍後初の表彰台となる小山和義が入った。250cc クラス決勝ではホルヘロレンソ・アルバロバーティスタとの激しいトップ争いを禁差で制した。 スコット・ホンダのアンドレア・ドビチオーゾがシーズン初優勝を挙げた。モートジッピークラス決勝は1周目の第12コーナーでブレーキングポイントを誤った川崎のオリビエ・ジャックがキーンとなる多重クラッシュが発生。コーリン・エドワーズ、クリス・バーミューレン、ダニ・ペドロサが転倒バーミューレン以外はそのままリタイアとなる波乱の幕開けとなった。その後レースは 戦闘のケイシー・ストーナーをはじめとした、ブリジストン勢が圧倒な強さを見せる展開となった。結果はストーナーが、シーズン2勝目、イカ・ブリジストン勢が上位を独占し、ミシュラン勢最上位は7位のニッキー・ヘイデン、バレンティーノ・ロッシは、グリップしないタイヤに苦しみ10位に沈んだ。ありがとうございます。